エビセンのマインドです。築山義孝浜野店の藤原です。ということで今日はちょっとね、愛媛に、はい、遊びに来てるんですけど、ちょっとね、いつもと違った雰囲気の場所で、はい、うん、やっていきたいなと思うんですけど、今日はステンレス鋼の回撮ったんですけど、はい、また鋼の中でもめちゃめちゃ細かく分かれてると思うんですよ、はいはい、でまあ日立金属さんの中で言うと大きく分けて、まあ、白髪と青髪、まあなんか2つあると思うんですけど、はい、またその白髪の中でも細かくあると思うんで、はい、なんか今日はその辺を伺っていけたらなと、そうですね、思います。はい、まあ、まず白髪って言いましても、白髪1号、2号、3号と3つに分かれてますね。で3の方が数字が大きいので、そっちの方が、炭素の量が実は違うんですけども、3の方が炭素の量が多く誤解される方もいらっしゃるんですが、白髪1号という、金属が最も炭素の量が多いです。でそもそもですけども、この鋼ってよく言われるもの、それのですね、まあどういったものでできているかって言いますと、鉄の中に、炭素が含まれているっていうものがもうこの白髪の本質だと思っていただいて結構です。要するにまあその、鉄の中に炭素がたくさん入ると、より硬くなっていくんだよっていう認識でも間違いないのかなと思うんですけども、なので3、2、1と、白髪でも、上がっていくにつれて炭素の量が増えると、ちょっとずつ硬くなっていくよっていうふうに解釈していただければなと思います。もともとその日立金属さんが、作って、まあ、鉄を、はい、作ってくる段階でもカーボン量が決まって、納品されてくると、なので、まあ、鍛冶屋さんたちは、白市の、フラットバッテ、その棒、鋼の棒をくださいって言って買ってるという状況ですね。でそれを、まあ地金というものにひっつけていたり、うんうん、まあ、本焼きだったらもそのままの状態でという使い方をしています、うん、ね、これ、一応 1が炭素量で言ったら 1.2 1から 1.2% ぐらい、そうですね、それぐらい入ってますね。案外 0.1% ぐらいの、ほんと 0.1% っていう細かい数値で結構金属の性能ってかなりガラッと変わってきてるんですか？そうですね、特にこの、鋼に関しては、まあ、顕微鏡で覗いていくと、やっぱりその炭化物っていういわゆる炭素の、結晶物っていうのが見受けられるんですけども、それがやっぱり白酸と白一で比べてやっぱりまあ量が違うっていうのは、確実に見えるんですが、その日立金属のすごいところっていうのは、そのハイカーボンの結構純度の高い鉄でその製鉄できるっていう部分なんですか？そうですね、作れるか作れないかっていうところももちろんあるんだとは思うんですけど、世界的に見てもそもそもこの白髪を作ろうということをしないんですよね、うんうんうん、なぜかっていうと、まあ、非常にまあ合理的な考え方をするのがまあ海外の方々多いんだと思うんですけども、うんうん、やっぱり焼き入れ性が実はあまり良くないんですよ、うんうんうん、どういうことかっていうと、やっぱり均質に、端から端まで非常に同じ硬さで焼きを入れる、要するに硬くするっていうのが、まあ、難しいと言われている、まあ、鋼材でして、まあ、そういった中でクロムっていうものを少量でも入れると、やはり非常にそこが均質に作りやすいとも言われているのは事実なんですね。まあ、そういった中で あえてそれをその難しさを追求していくっていうのが、まあ、日本人らしさでもある、うんうんうん、だから日本にしかないっていうのも、まあ、そのらしさがやっぱり、まあ、その何ていうんですかね、鍛冶屋の腕の見せ所だっていうところにもつながっているんじゃないかなとは思うんですけども、これ非常に残念なニュースだったのが、やっぱり今ね2021年4月なんですけど、3月の末の時点でその日立金属がもともと正直ここの特殊鋼というか、はいはい、刃物の鋼鋼に関してはあんまり会社として利益になってなかったのかな。そうですね、本当先月日立金属、まあ、親会社のも含めて会社自体がね、米国の投資ファンドにちょっと売却を検討してるということで、はい、何が怖いかって言ったら、まあ、そもそもこの事業が
赤字出してるんだったら、もう経費削減じゃないですけど、はい、がっつりカットされる可能性もあるし、なんならその技術も人材も流出しかねない。そうですね。日本にしかない結構ね、本当特殊な技術で、歴史もすごいね、めちゃくちゃ当然ある会社さん、まあ日立金属自体が多分前身が安木鋼だったと思うんですけど、本当ね、日本の和包丁があるのは日立金属さんがあったかと言っても過言ではないんですけど、はい、 それは結構根幹から揺るがされてるのかなっていうのが現状ですよね。そうですね、非常にちょっと怖くは感じてますね。要するに、まあ和包丁でやっぱりもう和食の料理人さんね、お寿司屋さんも多くの方々、まあ、和包丁買いましょうって言った時にやっぱりよく聞かれるのが白青どっちがいいですかっていうような話っていうのは必ずついて回ると思うんですけども、いわゆる逆に言えばそれ以外何があるのっていうと、まあ銀さんっていうのもね、前回のやつでもやりましたが、銀さんも聞いたことあると思うんですけど、実は白髪、さっきの1号2号3号で、青髪も2号1号スーパー、そして銀さん、銀髪1号も3号も実はあるんですけども、まあ、ほとんど銀さんが和包丁に使われるんですが、それら実は全て日立金属製なんですね。じゃあそこがもし鉄を作らないよってその、まあ、今後なった場合、和包丁何で作るんだろうっていうのが非常にちょっと今大きなものになるのかなと。今多分その利益優先で効率化を考えたらステンレスの包丁になってしまうんじゃないかなっていうところが、ね、そうですね、もうプレスで抜いて、もう多分ステンレスの方がおそらく作りやすいんだと思います。まあそうですね、結局その焼き入れとかですね、そういったものっていうのはちょっとアナログな部分ではステンレスっていうのはやはり均一に物が作れないっていうものもあるので、やはりまあそういう焼き入れ屋さんという専門家に頼んで、やっぱり焼き入れ焼き戻し、もしくはサブゼロという特殊な熱処理っていうのをするんですけども、やっぱりもうそういう専門家に委託するっていうのがもう通例になってきてる中で、やっぱりまあその鍛冶屋さんがそうやってアナログに作るっていうのが、まあどん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 、まあ、今後なくなっていく可能性が、まあ、ちょっとその金属が手に入らないっていうところが境に行う、そういうふうな風潮になるかもしれないっていうふうには感じますね。一応あとで白1と白2でちょっと切り比べてみたいんですけど、はい、白1の方が人生摩耗性は高いっていう印象ですか？そんなことはない。そうですね、対摩耗性には優れてると思います。はい、なのでやはりまあ削れにくい。何が違うんですかね、摩耗性が強いっていうのはやっぱあれですか、結合力が強いって言うんでしょうね。いや、その炭化物っていう、まあ、顕微鏡を見るとその粒子結晶粒っていうのが見えるんですけども、はい、その数が増えるということは非常に硬い粒が多ければ多いほど削られにくくなるっていう印象ですね、うんうん、なのでステンレスなんてものすごく粒子粗いんで、やっぱり、まあ、非常に摩耗に強いですよ、摩耗に強いですよとは言われるんですけども、まあ、実はこれ裏返しですごく削りにくくなってるよって言ってるのと一緒なんですよ、うんうんうん、なので白1と白2を比べても当然白1の方が摩耗には強いんですけども、うん、削られにくいというデメリットっていうのは当然出てくるっていうのは言えますね。なんでぶっちゃけ白2が一番バランス型なのかなっていう。そうですね、個人的にはその出刃包丁をちょっと省くと、うんうん、薄刃柳に関しては、まあ、一番バランス型はちょっと白にかなって気がします。人生摩耗性も含めて、まあ、それが削りやすさ研ぎやすさにつながってくるって面と、はいはい、まあ、もちろん白髪っていう部分で、はい、なんか程よいバランスが一番整っている感じありますもんね。そうですね、まあ、3は逆にかなり柔らかいんで、僕はなんか出刃とかに使ってもいいかなと思ってるんですけど。そうですね、実は白髪3号の出刃包丁って一時うちやってたんですけど、はい、今やめちゃってるんですよ。それどうしてなんですか？なぜかっていうと出刃包丁摩耗に強いっていうのは一ついいところもやっぱりあって、はい、そのハードに使う場合、はいはい、要するにまあ骨を切るとかっていうのは、うんうん、まさにもうその刃先に対しては非常に酷使する作業だと思うんですけども、そういった作業になればなるほどやはり摩耗に強い包丁っていうのはやっぱり長切れっていうところにつながってくる、うん、でよくある誤解なんですけど、
いつ摩耗に強くなるかっていうと、切れ味落ちてきてから摩耗に強くなってくるんです。要するにそのさっきの粒子が粗い、はい、あのその硬いっていうものが刃先に、いっぱいあればあるほど摩耗に強いので、うん、それがあの包丁の頂点に1個だけある状態、要するに薄く有利な状態では実は摩耗には強くないんですね、はい、なので比較的刃が落ちてきてから、変形が少ないよっていう、認識を持っていただけると一番いいのかなと。なので私もまああの、最初の紹介でもね、あの言わせていただいている、実は包丁屋さんじゃなくて刃物屋さんで、ナタとかもガンガン飛ぶんですよ。で実際それ持って山行って叩きに行ってるんですけど、白よりも青の方がやっぱり切れ味が落ちてからの持続っていうのは非常に高いのはすごく感じますし、大工さん たちもやっぱりのみっていうので木を叩きますが、やっぱり白よりも青の方が長切れするっていうのは皆さん言われますし、なのでハードに使うという場面においてはやっぱりその対摩耗性に優れているものの方がそこからのちょっとあのこらえてくれると言いますか、うんうん、あの刃が潰れてからの変形が過度にちょっとあの緩やかに、摩耗が緩やかになっていくっていうふうに言えるのかなと思いますね。プラスちょっとあれですもんね、先端腐食して2日目あの初日とは違った切れ味が出るっていう場合も、あ、そうですね、それはもう完全にステンレスと比べると、やはりまあ錆びるっていうのがよくね皆さんデメリットに思うかもしれないんですけども、マイクロチップって言って細かく顕微鏡でずっと毎日のように追いかけていくと、まあ、あの目に見えない錆がいっぱいあの出てまして、それがまああの新しい引っかかりを作っているっていうケースはやっぱりありますね、うんうん、なので昨日の夜全然切れなかったけど研いでる暇がないと、でまた翌日あの職場に行かなきゃいけないっていうので、あの研がずにもうしょうがないから切り始めたっていう時に、あれなんか昨日よりちょっと切れるなって思ったあの方がいらっしゃったら、それはおそらく、うんうんうん、そのサビが原因かなと思いますね、はい、いやうちはね一応白紙2号をね中心に使ってることがまあ多いんですけど、まあこれいつも言ってますけど、あの正直どの包丁がいいかないんで、うん、1,2,3 それぞれのまあ個性がありますけど、はい、まあそのバランスを考えてうちは2を使ってるっていうだけで、やっぱ硬さを出したかった1,2 そうですね、まあ1の方が切れ味が出やすいのかな、うーん、この個人のまあ好みもありますよね、はい、あの実際瞬間的なマックスの切れ味は白紙3号の可能性も高いです。なぜかというとその炭化物っていう粒が、その砥石の相性とか技術の問題で破壊できなかった場合、うん、粒子が刃先にいっぱい丸い粒が並んでるのと、それがなくピンピンに溶けてるのどっちの方が切れるかって言ったら、やっぱりその鋭利さが出せるのは、うん、あの白さんの方が鋭利さは実は出るんですね。なるほど。たださっきの話、摩耗に強いのかどうかって言った時にやっぱり摩耗には非常に弱いので、あのすぐに切れ味が止んでしまう可能性がある。だから瞬間的な切れ味を求めたり研ぎやすさっていうものを求めれば求めるほど実際白さんだった方がいい可能性はあるんですけども、やっぱりまあ研がない、研ぐ時間を稼ぎたいあのっていう方になればなるほど摩耗に強い包丁の方がまあいいっていうのは確かに事実かなと思いますね。であとその摩耗に強いのが本当にいいのかっていうのも、まあ、最近すごい私の中のテーマで、実際ですねあのさっきのナタ、はい、あとノミ、これと包丁が唯一違うの何っていうと、刃先勝負か側面も影響するかの違いなんです、うん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 、でノミもナタも刃先が基本的な勝負で、側面のもちろん影響はないわけではないんですけども、ここはないでしょうね、はい、ただまあやっぱりあのそこよりも包丁の場合切れ味ってよく皆さん先だけの話をする方が多いんですけど、側面めちゃくちゃ影響するんですよ、うんうん、じゃあ食材で摩耗に弱い包丁っていうのはここ影響を受けてないのかって言ったら絶対に受けてます。それがさっきの錆びるっていうのも実際まあその食材への影響のうちの一つだったりはするんですけども、よく考えていただくと摩耗に弱い包丁って実は側面食材に削られていたりします。なるほど、はい、うんうん、これ面白いのが白紙2号とかの、薄刃包丁を、研いですぐに、ネギを刻んでみたとしましょう、はい、一束打った後に、顕微鏡で見ていって
見ると、はい、研ぎ立てってやっぱり研磨痕って言って、はいはい、その傷が残ってるんですけど、切り終わった後に顕微鏡で見るともうなくなってるんです。それなんか磨かれてるイメージですか、初期で。はい、まあ、あの溶けてたりとか、まあ、イオン化傾向でイオン化しても流出したりとか、まあ、錆びてあのなくなっていたりとかっていういろんな動き変質があるんですよね。いや、よく研ぎ立ての包丁鉄臭いって言いますもんね。はい、だからいろんなまあ変化っていうのはあるんですけども、ただ実際ですね、その鉄臭いっていうのもあの実はあの研いでる砥石が粗いんですよ。仕上げかけたりとか、あと最後にもう一回磨きかけると、もうツルツルの状態にしたらそこまでもないと思う。ならないです。はい、っていうのもありますね。で、今の話もう一つだけ申し上げておくと、よく金属臭するって言うじゃないですか。はい、ありますね。あれ実は鉄棒がもうまさにそうなんですけど、鉄棒ってめちゃくちゃ握るともう臭いですよね。はい、めちゃくちゃ、はい、すごい匂いするじゃないですか。あれ鉄の匂いじゃないっていう論文が発表されたんですよ。何の匂いですか。はい、鉄に、はい、水と塩分がつくと、はい、鉄から鉄イオンが出るそうなんです、はい、でその鉄イオンが油を分解した時に発生させられるのがあの匂いらしいですね。要するに油の分解臭が実は鉄臭と誤解されていたんだよっていうのが論文で発表されまして、はい、はい、だから一番その条件がかあの叶うといいますか、起こりやすいのはお寿司屋さん、はい、要するに水分と、塩分とそして油が一緒に包丁につく状態っていうのが最も匂いが発生させられるんですね。なので人間の汗ってもう水と塩分ですよね、うんうん、で皮脂があるんで、それで鉄棒ってめちゃくちゃ臭いんですよ。これますますあれですね、なんかお寿司屋さんで鋼の包丁を使うにはかなりこうバックアップというかケアが必要ですね。そうですね。なのでそれを超えた先にあるものをまあ目指すかどうかっていうのもやっぱりまあすごく大事だったりはするんですけども、うんうん、なのでね、人によっては、まあ、遠藤さんまさにそうですけども、まあ、すぐに洗いながら拭きながら使うっていうのは、あれはもうそれの最善のまあ使い方とも言えますし、でやっぱりさっきの話、研ぎが甘い、要するに洗い砥石で研ぐと結局傷の中に油が、うんうん、ずっと残っちゃうんですね。なのでなかなかそれが取れないので、まあ、そういったことが残る。だから、まあ、研ぎ立ての包丁で切っちゃダメだよっていうのは、実は粗いからっていうのが非常に大きな理由だったりはしますね。いやー、皆さん細かい注意してね、最後ぜひちょっと鋼使う以上はじゃああれですね、仕上げ砥石はしっかりかけないと結構ネガティブな要素も出てきちゃうっていう。それはもうある可能性はやっぱりございますね。だから意外に野菜切ってて鉄臭い匂いするっていう人いないんですよね。うんうん、確かにね。はい。それはさっきの油がそもそも存在してないからと。だから昔の木のまな板って、お肉、魚用と野菜用と分けてたっていうのは、実はそういうところが昔の人の知恵で分かってたんだと思いますね。なるほどね。はい。油が。はい。ってことですよね。そうですね。それをまあ野菜の方に移さないようにっていうのが、まあ、一つの理由なんだろうなとは思うんですけども。はい、いや今回もだいぶ中身が濃い回でしたけど濃いですか、詰め込めましたか、ね、そうですか、白髪はあります、まだ。いや、まあでも一つまあね、私の思いとしてはやっぱりその鋼、要するにこの白髪をちゃんと使いこなした先にあるものを、それは間違いないですね、ぜひ見てほしいなと。やっぱりね、確かに分かるんです。もうメンテナンス大変だし、今の時代に合ってないっていうのも分かるんですけども、やっぱりそこを超えた先にある、うん、その鋼しか作り出せない味とか、うん、まあ、あとはまあ、ね、切れるという、まあ、そういう要素とか、まあ、鮮度の保持とか、まあ、いろんなまあ要素っていうのが実は鋼にはあって、そこはステンレスがどうしても追いつけない部分っていうのはあるので、うん、やっぱりね、その鋼がやっぱり、今でも作られ続けて理由になってるのは、やはりそこを感じていただいてる方がいるからだとは思うんですよね。これだからさっきの話、浸し傷があったからっていうのもあると思うんですけど、よく聞くスウェーデン鋼ってあるじゃないですか。はい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 、スウェーデン鋼はまたあれは鋼だと思うんですけど、はい、ヨーロッパではいわゆる錆びるタイプの鋼の包丁っていうのはないんですか？
今もかなり少なくなってきているのは事実ですね。で、生鮮鋼使ってるのじゃ日本だけほとんど。いや、そういうことはないと思います。もちろん鉄の利用先ってどこかって言ったら、はい、ほとんどがやっぱり、まあ、建築であったりとか、まあまあ、車であったりとか、航空関係、はい、まあ、そういうところに、まあ、鉄っていうのは作られているので、鉄鋼業自体はヨーロッパもものすごく盛んな事実なので、うんうん、あれなんですけども、まあ、包丁に今どれだけ使われているのかっていう話になるとやっぱりすごく少なくなっているのは事実だとは思いますね。やっぱ刃割れの包丁での表現っていうのもまた日本なんて言うというか、そうですね、つむりに近いところありますもんね。いや、これはすごく日本人らしさが一番出るところで、やっぱりその切れ味の味の部分っていうところを、まあ、一番表現できたものだっていうふうには思うので、やっぱりまあそういったところで日本人らしさをやっぱりまあ、ね、受け継いでもらいたいなっていうのは私の思いとしてはありますね。はい、今日もありがとうございます次回ちょっと拝み合いたいですね。はい、あとね、その実際切れ味として、白髪1号と2号と実際何が違うのかっていうのもちょっとね、うん、やっていきたいと思います。そうですね、今夜ちょっと試してみたいと思います。はい、それはまたちょっと後々、はい、はい、というわけで次回また。